皆さんこんにちは田中一平ですそれでは参りましょう今回からですね大日本帝国憲法ですねこれについて具体的に見ていきたいというふうに思いますテキストは12ページになります10番の大日本帝国憲法と明治憲法体制というところですねこれを何回かに分けて具体的に説明をしていきたいというふうに思います 非常に重要なところですねここがわからないと実はここから先のですね政治史の流れっていうのが、まあ、ほぼよくわかんないままなんとなく時系列で追うっていう形になりますのできちっと説明はしていきたいというふうに思いますそれからやっぱりこの憲法のところはですね論述問題ではよく出ていますねいろんな大学で品質テーマがありますので、まあ、それについてもねお伝えできればなというふうに思いますまず大日本帝国憲法に関しての基本データということになりますけれど1889年明治22年の2月11日 1 11日に発布されたというところですね。まず、これがポイントの一つ目、これは覚えてください。それから2月11日に線引いて紀元節って書いてください。この起源説っていうのはですね。日本書紀に出てくる初代天皇で神武天皇っていうのがいるんですけども、それがまあ要は即位した日ですね。これを太陽暦に変換すると2月11日だろうということで、根拠はかなり薄いんですけどね。現在も建国記念の日という形で休日になってます。けれど、も時の内閣総理大臣は黒田清隆ですので、明治天皇。 普通人からですね。黒田清隆に与えられるという形をとります。これが近定憲法ということですね。大日本帝国憲法は近定憲法であると。 この大日本帝国憲法、国公立の論述問題で品質のテーマの一つがですね日本国憲法と比較してみよう。まあ日本はねいいのか悪いのかよく分かりませんけど憲法2つしかないんでしかもねこの2つともねいわゆる公正憲法ってやつでなかなか変わらないんですね変わらないことがいいことなのか悪いことなのかっていうのはまあ難しい話ですけどねよく変わらないことを批判する人たちっていうのがいますけども変わらないことないです なくても大丈夫とといいいうう意味ででは柔軟性が高いというふうにまあ言えるんですよね特にまあこの日本国憲法の方だと思うんですけど帝国憲法に関してはねもう研究がいろいろあるわけですけどこの憲法は途中で変えた方がよかったんじゃないかなっていう話はよくあるんですけどねただこれ結構変えるハードルが高くてっていう話はまあ後ほどしますけどまあ日本国憲法ね、まあ、これも70年以上変わってないわけですけどそれがまあいいことなんか悪いことなんかっていうのはまあちょっとね難しい問題があります。じじゃゃああまずこここののででで言うととすすね日本国憲憲法法は民民定の違い 何かこの禁定ってよく中学受験とか高校受験でも強調されて説明されて覚えろみたいな禁定憲法だみたいなのを覚えろって言うんですけど実際その実中身何って聞くと意外と分かってない受験生って多いんですよね中学受験高校受験のレベルっていうののちょっと問題みたいなのあるんですけどじゃあ禁定憲法民定憲法っていうのの違いは何かっていうと簡単に言うとこの民定っていうのは憲法の中身に国会が関わってるかかどうかなんですよつまり民定は国会の関与あり。 一方の近定憲法っていうのは国会の関与がない国会を開設する前に憲法を作ってんだから国会が関与することはないわけですね。で国会が関与することはないってことは国民がその中身について、まあ、例えばです、ね、審議に加わってるとかってことはない日本国憲法ももちろんねそのなんか一般の人々がねこの条文はダメだとか例えばそういうようなことで関与することはできないんですよ少なくともこの民定憲法である日本国憲法は当時はまあ衆議院と貴族院っていう2つがあって、まあ、衆議院っていうのでまあ審議をしてます。 よく誤解があるんですけど、日本国憲法っていうのが制定されて衆議院と参議院になりましたから日本国憲法っていうのの原案の審議をしてる時は衆議院と貴族院なんですよね。なんでかっていうと衆議院は公選制で国民の代表という形で選ばれてますから国会が関与してますから民定憲法ですと関与してない大日本帝国憲法ですということで、まあ、そこに相違があるわけです。 今は法制史っていう学問分野があるんですけどそういう分野を専門にしてるまあ、研究者っていうのがね当然大学教授で何人かいるわけですけれどとりわけその一橋ですね法制史の研究者っていうのがいるっていう観点から言うと律令と明治憲法を比較するとか法制史の文章を出しといてその中で明治憲法体制っていうのを問うっていう形がありますこれはもう1回説明してるんで軽くでいいと思うんですけども律令っていうのは基本的に権力者が人民を縛るための方ですまあ、だから人民統治のための方 明治憲法ですけれども、まあ、これは近代憲法っていうことになりますが立憲主義という形でそれに立脚して作られてますので憲法が権力者を縛るなんでかっていうとはっまあちんと念頭に置いいきたいですね、まあ、ちなみにこの立憲主義っていう考え方は日本の政治家は結構分かってなかったりするんですけど当たり前というか憲法っていうのはそういうもんだっていう理解が一般的なんで例えば日本国憲法にはですね憲法は尊重し擁護する する義務が権力者にあるっていうような条文があるんですよね。で、それは何でかっていうと、いやだからお前たちがそれを守らないと暴走するだろうっていうことなんですね。だからその意味でこの立憲主義っていうのはですね、まあ、今の日本国憲法にも継承されてるんで、その意味で昔と今を比較するっていうのがやっぱり歴史のポイントになりますから、その意味でそこもよく入試で出てますね。当然この第二本帝国憲法っていうのは天皇主権という形で天皇の権限が強いとまいう風によく言われるわけですけれど、立憲主義である以上はですね、天皇 の権限も憲法によってきちんと規定され、天皇が暴走しないような仕組みっていうのができているとまあ、理解をすることができます。 大日本帝国憲法を理解する時の一番最悪な理解っていうのはその日本国憲法とまあ比べるっていうのはまあこれは論述問題で出るんで仕方ない部分があるんですけどだからといってその日本国憲法の方がいい憲法だとか例えばそういうことを言い始めると大日本帝国憲法の本質を見間違うんですよ。っていうのは何っていうかっていうと特徴の一番のところなんですけど大日本帝国憲法の特徴は条文と運用つまり実態に乖離があるんですよ。一番わかりやすいののは憲法の第1条で それからまあ第3条第条条のあたりですね山川の小説日本史の252ページですねそこに大日本帝国憲法の条文いいうののが載っています憲法の条文はですね結構やっぱ入試では扱われるので軽視しないできちんと見ておきたいんですけれども第1条ですね「大日本帝国は万世一系の天皇これを統治する」。 そして第4条天皇は国の元首にして統治権を騒乱しこういうふうに立て続けに134というふうにバーッと載ってるわけですねこれ見たらですね天皇の権限は強いなと天皇主権だと。で、それに引き換え日本国憲法というのは国民主権ですと。 確かにこれ条文だけ見ると天皇の権限めちゃくちゃ強そうだなと天皇主権と天皇体権と呼ばれるその天皇の強力な権限これが書かれてるわけです。でこれを君権主義君主の権限が強いいうこと でこれがよく言われるドイツ流とねプロイセン流だとかっていうふうに大日本帝国憲法に絡めてよくなんか言いふるされた言い方っていうことになるわけですけれど、正直言うとねこれは実態を示してないんですよ。確かに条文上はそうなんです。天皇主権であり天皇大権を明記してて君主つまり天皇の権限は強いんですけども実態はねそんなことないんですよ。例えばね天皇は神聖にしておかすべからずっという。まあこれよく言われる天皇神聖不可侵と。 呼ばれる内容なんですけど申請つまりすごい偉いんだとだから不可侵なんだっていうこういう因果関係で読めそうじゃないですかところがね実態としては逆なんですよ不可信だからって先生ちょっと言ってる意味がよく分かんないんですけど。 で、これは何かっていうと、天皇というのは衆議院と内閣とかが対立する可能性があるからその時に間に入ってまあ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 とか言いながら仲裁するその調整をすることによって対立をこう回避し統合していくっていうのが彼らの役割なんですよ。 そう考えた時にね何やっっててもいいんだってことにはならならいんですよこれはまあ内閣制度のところでも説明したんですけど初期間の調整をしなきゃいけないということはある程度この物事を公平に客観的に見てなきゃいけないんで人間ってね主体的に物事に関わってたらね物事客観的に見るって結構難しいですよ。 僕の例でいうとね、高校ででで授業をやってるわけじゃないですか。でまあたいその担当すると高校2年生か3年生のどっちかを持つことになるでそれからまあオンラインで塾とかやらせていただいて何人か生徒さん教えてるんですけどそうやってやってると自分の教え子に対して客観的に見れるかっていうとねなかなか難しい部分もありますよ。なんかやっぱり予備高校講師だからちゃんと合格する学力を身につけさせる合格に必要な情報っていうのはまず提示する提示した情報っていうのをどういうふうに身につけていったらいいかっていうことについてアドバイスをする。その身に 身につけるるためのお手伝いをする、まあ、基本的に僕はその用語を覚えるとかそれは自分でやってくださいよっていうスタンスなんですけど共通テストの対策講座とかを通じてだからここを覚えとかなってあかんやでとか例えばそういうことを言いながらね知識がちゃんとインプットできるように指導をする機会っていうのは当然あるんですけどやっぱね自分の教え子引き目で見ますよ自分が関わってない子の方がより冷静に見れるわけですよ。いやーこの成績だだと厳しいだろうみたいな例えばね十何年もやってると分かるんですよ。データとかもある程度見てるしであとその経験値がありますから過去こういう子が受かってるよなこういう子はダメだったよなっていう 言った時にどうしても自分の教え子だと非きめに見ちゃうんですよでそれは何でかって言うとやっぱり自分が主体的に授業してるからなんですよそういう風に初期間の調整とか統合をしていかなきゃいけない天皇がですよ強力な権限があるからって言って政治バンバンやってたらですねいやこれ調査は無理ですよ調整とか統合っていうのが天皇の主な役割だからなるべく政治関与は抑制しなきゃいけないです でその政治関与とかにまあ抑制的であるってことなんですよ条文上天皇の権限は強いって書いてあるけど実際に天皇が権限を振るうことは抑制的つまりあまりないそういうふうに押さえてもらえると条文にはなんかいろいろ書いてあるけど実際は天皇はそれをしないんだなという実態の方に目がいくようになるんですよ。 帝国憲法ってここが難しいんですよクノサムっていう人物がいるんですけどこれがですね天皇制の謙虚と密教つまり条文上めちゃくちゃ天皇の権限が強いと書いてあって本当にこれ立憲主義なんですかみたいな条文上文章ではそう書いてありますよとところが実態は違いますよって言った時にその実態はね条文には書いてないんですよここまでの説明を聞いてお前の言ってることがまあちゃ正しいとしようとで根拠あんのかって今度なるわけですよなんでかっていうと密教ってのはこれ書いてないってこと言ってるわけですから条文にないもん なんんんででお前はわかるるだ、だこういういに説明できるんだっていう当然ことになりますよね。大日本帝国憲法についてはですねその条文がどういうふうな意味を持ってるかっていうことについてですね,伊藤博文ですねこれがね「注釈書」っていうのを書いてるんですよ。 人がこの条文はこういう意味ですよっていう注釈書作ってくれてんだからまあ、それ読めばいいんですよあちなみにあの次第の入試でたまーに出たことあります受験生は別にいいんですけど僕の授業を学び直しとか歴史をもうちょっと深く理解したいからっていう目的でご覧になってる皆さん方は大日本帝国憲法マジで理解したいんだったらこれ読まなきゃダメです憲法義言岩波文庫で手に入るはずですでまあ伊藤博文が書いたものなんですけどほぼ公式の注釈書ですなんでこんなことをですねさっきから時間をかけて抽象度合いの高い 内容をこんだけ説明してるかっていうとじゃないとね小学学校校とか中ののの公民の授業の影響が強すすぎるんですよ要は日本国憲法と大日本帝国憲法を比べてなんか日本国憲法の方が国民主権で基本的人権が尊重されてるか素晴らしいみたいなこの呪縛に取られちゃうと大日本帝国憲法って正確に理解でできないんですよ条文に書いてあるのは君主の権限が強いところが実際は実際はっていうのは運用はってことですけど明かせに行かさい主に立憲主義をとって天皇の権限を憲法で規定し制限 特にそれががかるのがですね、第4条です。第4条の「天皇は国の元首にして統治権を争乱し」なんですけどこの後に線引いてもらえますか山間の252ページのところですけれどもここのの憲法のによりこれを行う。つまり天皇っていうのは国の元首で統治権を争乱してるまあ、全て持ってるんだけどもその統治権を行使する際は憲法 憲法の条文によって行う憲法の条文で定められた以上のことはやってはいけないよというふうにまず書いてあるんですだから立憲主義ですよね憲法の条文以上のことはやっちゃいけないわけ憲法の条文の権限がすげえ強いじゃないかもちろんそういう反論はあるんだけどいやいやそれについては抑制的ですから ただその抑制的っていうのがねどの程度で抑制的かっていうのはこれ人によって違うんですよ。大日本帝国憲法下での天皇っていうのは3人ですから明治天皇と大正天皇と昭和天皇です。 明治天皇と昭和天皇では、やっぱりその関わり方っていうのがだいぶ違いますよね。だから、その意味で、大日本帝国憲法っていうのは、確かに君主が本当に抑制的で、何もしなければイギリス流なんですよ。だから、いわゆる君臨すれども統治説みたいな、そういう雰囲気の色合いが強くなるし。例えば、昭和天皇なんかがそうなんですけど、アジア太平洋戦争末期に戦争を続ける、やめるの話で、最終的には昭和天皇っていうのがやめるんだって決断を下したことによって、太平洋戦争っていうのは終わったっていう話は、授業の中でもやっていくんで、結構有名。 の話だと思うんですけどもじゃあ昭和天皇が戦争をやめるやめないの判断をしてるっていうのは抑制的ですかっていうとそんなことはないですよね。でそう考えるとああんか訓練主義なのかなドイツ流なのかな君主の権限がやっぱ強いから決めれるのかな。そこ そのわかかからななないいとなかなか辛いです。大日本帝国憲法の理解ですよ僕はこの「大日本帝国憲法明治憲法体制」とかっていう風に呼ばれるものが、まあ、一応大学時代の専攻だったんですけどやっぱかなり乱暴に理解してる人っていうのは結構います大日本帝国憲法その説明ダメでしょとかいろんな高校教員の授業とか見る機会とかプリント見る機会とか最近あの X であの教材垂れ流す人とかいるじゃないですか僕もね YouTube で授業垂れ流してるからあんま人のこと言は言えないかなと思うんですけど結構ひどい内容あったりするんですけどその でやっぱここの半々なところですね君主の権限は強いかもしれないけど実際には行使することはないというかそれは行使する主体によって微妙に変わってくるんだよみたいなね昭和天皇というのはどちらかっていうと抑制的ではないですよこの人はだから226事件の時に「アンダーモン反乱軍だ鎮圧しろ」っていうふうに言うのがこれ抑制的ですかって言われたら僕はそれは違うなと思いますし例えば田中義一内閣総理大臣を叱責して内閣総辞職させたわけですよねこれがどこが抑制的なんだって個人的には思うんですよそれを昭和天皇の批判をしてるわけではないですよ は言うけど彼の中での抑制的っていうのは内閣総理大臣を叱責してもそれはまだ憲法の範疇だというのが昭和天皇のまあ理解っていうことですねまあ彼後年反省はしてますけどまあ若気の至りだったみたいなことは言ってるわけですけどまずここがですねその特徴の一番なんですけど条文と運用の乖離とまあ久野治がその天皇制の憲教と密教とまあいう風うに言ったっていうことなんですけども憲教の部分は条文に書かれてる君主の権限はめちゃくちゃ強いですとまあそれこそ何でもできますよ法律作る権限もありますし で予算編成の権限も持ってるしじゃあ予算編成の権限を天皇が持ってます予算編成って天皇が一人でやるんですかで,できるわけないでしょって話なんで内閣に手伝ってもらうでしょって話ですねでじゃあ予算編成してねでもそれをいきなり例えば実行するかって言ったらじゃあなんで帝国議会作ったんだよっていう当然話になるわけですそれから憲法には立法権ですねこれも天皇が持ってるっていうような形で書かれてるんですよえじゃあ国会って何のためにあんのって当然なるんでそういうふうに条文には書かれていますが字 はその実態の部分っていうのは一応解説書がありますからそれこそ行政に携わる人とかはこれ読むんですよ。 例えば東京大学の法学部で勉強してて将来自分は官僚になろうとかって思ってる人たちっていうのはこの憲法っちなんて当たり前のように読んでるんですよだからこっちの理解が成り立つんですよしなきゃいけないから不可侵なんですよ責任取ることがないんですよこれよく「君主無党責っていう風に言われるんですけどまあこの言葉も覚えておいていいと思いますけどねいや君主っていうのは責任を取る必要ないんだってでこれもめちゃくちゃ天皇の権限が強いのを読めるじゃん責任を取らなくていいのみたいな最強じゃんみたいなね学校で不祥事が起こったら 責任取るの好調ですよ、まあ、世の政治家に言いたい不祥事が起こった時に責任を取るのがお前たちの仕事だという。 どこぞの県知事が不祥事を犯しても自分は選挙で付託されてんだからとかってよく言う人いますけどちゃうちゃうみたいなお前県知事なんだから県で不祥事起こったらお前が責任取らなきゃいけないんだよって給料半分カットせいとかね最悪辞任せいですよそういうようなことっていうのを最近よく分かってない政治家っていうのが増えてるまあそれだけ地位にしがみつきたいっていうことなんだとは思うんですけども君主無党籍である以上は責任と取らないわけだからなんですよ。 で一方でこれはねまイオンジキン持ちですね最後の言動で大正昭和の政治に大きな影響力を持った人物ですけど彼がね我が国は教育を間違ったみたいなことをこう言ってるんですよでその教育を間違ったっていうのは何かって言うと小学校の教育はですねこう教えられてるんですよ天皇はゴッドですと だから責任を取る必要もありません。そうすると文字通り条文に書かれている訓権限主義っていう理解になるわけじゃないですか。そういうふうに思い込んでる国民が多かったことが近代日本の失敗なんだみたいなことはこれ山本五均さんが言ってるわけですけど、東大出て将来官僚になるような優秀な人間はちゃんと注釈書読んできちんと勉強しろよと。じゃあ小学生にまさかね憲法議義のすごい分かりやすいの与えてね先生がいちいちこの条文はこういうふうに書いてあるがそういう意味ではないとかって言って説明する,か、ね、知るわけないでしょって感じなんですよ。言い方よくないですけど、バカにはわかりやすく教え 国家の支配層になる人たち官僚とかそういう人たちっていうのはこのオレンジの矢印でちゃんと勉強して政治に携わる。 小学校とか中学校の時に説明されたですね大日本帝国憲法の理解とはですね違うんですよまあ、だからこそ論述問題で国公立のね最難関の大学っていうのは出してくるっていうことになりますとりあえずここで切ります次はですね天皇って強大な権限を持ってるのにその政治関与抑制的ってことはえじゃあ天皇の持ってる権限は誰が実際に行使するんですかっていうまあそこら辺が当然大事になってくるんでそれは次の動画で見ていきたいと思います